ハワイには何度も行かせていただいて、うん、ハワイも飽きたねって言ったら、じゃあどこ？オーストラリアみたいな、贅沢だよなって言われましたからマネージャーに。石毛ひろみち TV、 イエーイ来ましたよ。はいはい、よろしくお願いします。やっぱり一人で喋るよりはね、愛ちゃんいた方がいいよ、助かるわ。ありがとうございます。今回はですね、はい、ちょっとオフどうやって過ごしていたかということを。オフもいろいろあるけど。オフもいろいろありますよね、うん、シーズン中のオフなのか、まあ、シーズンオフのオフなのか、ね、はい、どちらからいきましょうか。シーズン中のオフか、うん、シーズン中、はい、若い時は、はい、若い時は結構先輩に言われて飲みに行ったりしておりましたね、はい、食事とか飲みに、で35くらい過ぎてくると、うん、日曜日、昔パシクリがデーゲームが多かったんで、はい、土日デーゲームやって、日曜日終わって月曜日ゲームなくて、火曜日またホームでゲームがある時、はい、そういう時はですね、うちに帰ってきてすぐ近くのねビデオ屋行くんです。映画が好きで。あ、そうですか、ええ、ビデオを借りて3本くらい。あ、3本も、うん、一晩で見るんですか。一晩と日曜日の夜と月曜日、はい、うん、2日間で3本か4本は見てましたね、レンタルショップで借りて帰るんですか、うん、石毛選手が、はい、メンバー会員になったりしてね。カードお持ちだったんですね。そう、うん、ちなみにどこのカード、どこのご贔屓は。俺は代々木に住んでたんで、三宮橋ってとこあるんです、駅が。そこまで大体歩いて5分くらい、うん、でそこの駅前のビデオ屋ですね、どういうものがお好きだったんですか。一番好きなのはアクション、あ、ごめんなさい、サスペンスですね。サスペンス、サスペンス、法廷ものが好きでしたね。へー、うん、で、ちょっと疲れたな、例えば日曜日の晩なんかはちょっと疲れたな、ゲームは疲れたな、ただアクションを見て、うん、あ、疲れたなの時にアクション、はい、バーンってどんばっちゃってるのが一番楽しいかなと思って、うん、でこうちょっとこうミステリアスな、はい、サスペンスものだとかですね、はい、法廷ものは結構見てましたね、最後にこうどんでん返しあるのがいいよね。あ、うん、まあ、なんかすっきりしそうですよね、あとはまあヒューマンドラマも良かったし、ヒューマンドラマ、案外ラブストーリーは縁がなかったですね。あ、そう、コメディも、あ、そうなんですね、面白い、じゃあ結構なんていうの、まあ、インドアというか、まあ、要は、はい、もう疲れるんですよ、まあ、そうですね、若い時はね飛び跳ねて遊んでもらったりしましたけど、はいはいはい、年いくとその今までその飲み区に使ってた金が、はい、今度はその体を休める方に、例えば食事に気を使ったり、サウナ行ってマッサージ受けたり、ちょっと悪い時は独自に違った専門の治療院行って、はい、見たりして、見てもらったりしてですね、自分の体にこう投資をするようになっていきましたかね。まあ順調に、まあ、意識改革を進んで、はい、俺の仕事は何？野球。そのためにはどうする？コンディション作りだよね、体調作りだよね、まあそこから入ろうよみたいな、そういうふうに、だから悪い先輩、東尾さんから誘われてもですね、はい、すいません先輩行けませんという、断ることを覚えたのもその辺の34、5くらいですかね、でも断れるんですか。昔は断れませんでしたよ。だってさ、遠征行くじゃん、はい、全然オフとは関係ないんだけど、移動日で遠征行くじゃない、はいはい、それで例えば大阪に行きますよって、うん、よっしゃって、今日あの子とデートだみたいな感じで行くじゃないですか、はい、おい、しげ飲みに行くぞって、はわかりましたって、いや今日デートで予定があって行けませんとは言えなかった、そういう時代背景でしたね、何度かなんかこう寂しい思いしたことありましたけど、そうですか。今東条さんの前、これまた東条さんまた別なバージョンでワールドとってやればいいかもわかりませんけど、はい、よー2人でつるんでましたから。あ、そうなんですね、まあ通いがってくれたし、甘えていったし、はい、これはまたゆくゆく後にしましょう。そうですね、これは、はい、まあ、まあ体を、まあ、ケアする風に休める、まあビデオ見てたらね、そうなんだって、寝てりゃ体休まるし、そうですね、時間過ごせるし、
まあ、ということは本当にシーズン中は休みという休みは、まあ、ないに等しいという感じですよね。もう次に向けてのそうですね、うん、で時折月曜日夕方になると明日どこだ対戦こっちかピッチャー誰だってなると、はい、そうかこういうものがこういうピッチャーデータちょっとこうだったなみたいな、はい、ちょっと見たりしてね、はい、うん、これなんですか今の。いやだからこうノート取ったりするじゃん。あ、ノートですね。傾向と対策ね、配球とかさ、はいはい、うん、映像を見るっていうこと。映像ほとんどないですね。映像はゲーム前に例えば先発ピッチャー、例えば佐藤義則、はい、うん、前回こういう内容、うん、でうちじゃないけど、佐藤義さんの前の登板がこういう内容だったとか、そういう、まあ、先取りスコアラーのデータをもらって映像を見ながらこう、うん、確認し合うんですけどね。うん、まあ、自分だけの過去の対戦の、まあ、傾向と対策を持ってるくらいなもんで、はい、うん、それはじゃあ、まあ試合の前に、うん、まあ、対戦相手を確認するということですね、うん、体を休める時と、はい、うん、あとシーズンオフのオフは、はい、うん、どうされてますか。ほとんどゴルフか飲み会じゃないですかね。お、うん、まあ、それこそあの優勝旅行、はいはい、ああそうだね、ご褒美旅行であったわけですよね、うん、ハワイには何度も行かせていただいて、うん、ハワイも飽きたねって言ったらじゃあどこオーストラリアみたいな、お前ら贅沢だよなって言われましたからマネージャーに他のチームでそんな会話ならんぞみたいな、そうですよね、うん、だいたいその日本シリーズ、はい、昔は130ゲーム、はい、日本シリーズ7試合で137ゲームは西武ライオンズは年間スケジュールの中に入ってましたからね。あ、必ずペナントを取って、はい、日本シリーズ7試合やって、うん、日本一になるんだという。なるほど、うん、で、終わって、まあ、1週間くらい経ってから今度は主力組は西武グループの持ってる箱根の宿泊施設に行ってですね、はい、例えば湯の花ホテルとか、温泉浸かりながらオーバーホールしながら、うん、うまい食事もいただきながら、はい、でゴルフもさせていただきながら、はい、うん、夜は、まあ、マッサージで体を手入れしながらというそういうオーバーホールが1週間くらいあったんですよ。なるほど、うん、まあ幸せな時間でしたね。でもまあよう頑張ってくれた、ちょっと疲れを取り合いみたいな。そうですよね。それで帰ってって球団行事があったりして、はいはい、契約更改をして、うん、12月の中旬にはご褒美旅行でハワイ行ったりしてましたからね、結局実質本当のオフ、うん、休みってその何日トータルでそのシーズンオフ、まあ、本当はね、プロ野球の契約って2月から11月までなんですよ、はい、だから12月と1月は全くこうオフなんですけど、それでもいろんな行事があったりして ね、 いろいろで1月入っちゃうともう合同自主トレとか自主トレが来ますから、野球がもう頭の中スイッチ入れ替えてくるので、まあ、実質どのくらいでしょう。僕らの時で2週間くらいじゃないですか。そんなもんですか。何もしなくていいっていうのは、うんうん、でもまあある面では他のチームが、ね、10月下旬なんかで終わっててシーズンオフ迎えて、はい、周期練習とか入ってる中に我々は、はい、日本シーズンのために準備してるわけですからね。そうですね、野球人としてはまあいい時間というか、うん、で何よりもそういった日本シリーズというヒノキ舞台に出ていって何でしょうかね、そのすごいプレッシャーの中で、はい、日本国民が注目する中で野球ができて、はい、うん、だからそのステージによってやっぱり人間のその野球選手のキャパシティが広がっていくとか、いろんなものが研ぎ澄まされてですね、なんかこう野球人と成長するようなステージが日本シリーズかなと思ってるんですよ。あ、うん、まあ、それを幸いに僕は11度経験させていただいて ね、 そうですね、うん、で勝った時はもうバラ色のシーズンオフで、うん、いい時代だったね。いや、それだけの選手でしたから。いや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 、ああいや、本当今考えれば、うん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 、球団もある意味で大事にしてくれたわね。うん、うん、いやいや、本当にいい野球人生を過ごさせていただいて、うん、幸せだ。はい。幸せですね。はい、ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そして
いいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。